ルデバラン。第二の宮、金融宮を守るのはセイントの中でな。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。この大牛座、この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ラウンドワンファイト。なんだその構えは。くれー、気がないのかアルデバラン。存じごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思ったよ。このままでも十分お前を倒せる。ペガサス流星剣。ペガサス流星剣。腕組みがすでに攻撃態勢になっているのか。これだけか。剣法の居合切りだ。お前と俺では戦うには実力が違いすぎだ。兄弟さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。しまった。なんだよ。しまった。燃えろ俺のコスモ。これが力というものじゃ。さあペガサス流星剣。しまった。くれーグレートゴー。ペガサス流星剣。ペガサスよ、それでも食らえ。流星剣。ラウンド2ファイト。ペガサス流星剣。剣など抜かせることなどできるわ。抜かせてみせるか。この流星剣で。グレートゴー。聖の剣がビッグマンを起こすと。ペガサス流星剣。コスモの邪剣か。俺のコスモ。戦室に目覚め始めた。金牛宮は倒産。ペガサス流星剣。どうだっていいんだ。やつは構えてもいないっていうのに。ペガサス流星剣。これだけか。ペガサス流星剣。ウィナーブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。ちょっと手加減しすぎたかな。
どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な、俺のこの黄金の角をへし、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。その黄金の角、へし折ってやる。おい、せいや、一気に葬ってくれるぞ。ラウンドワン、ファイト。大阪を誇る豪豪戦士の襲撃をしのぐって、ええだけか。高速の動きを見つけ始めた。しまった。勝機が見えてきたぞ。俺は墓が俺の構えを動かせたくらいで力というものじゃ。まだまだブロンズの実力を墓が知れてるな。しまった。力の差がそこまでかけ離れている。くっそくっそ、燃えろ俺のコスト。ペガサス流星拳。しまった。ラウンド2ファイト。くそ。ダッシュ。それだけか。燃えろ俺のコスモ。ペガサス流星拳。それだけか。セイヤのコスモが大きた。傷つき倒されながらも成長しているか。それだけか。燃えろ俺のコスモ。ペガサス流星拳。よし、どうだアルデバラン、お前の剣は超えたぜ。くれーくれーのほー。まだまだ。ペガサス流星拳。ウィナー、ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。俺のコスモはこんなものじゃない。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。ここだアルデバラン、約束通りこの角もらった。てな、何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折っ、さあ潔く負けを認めるか。うわっ、えこのタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいや。この金牛球は通してやる。だがこの分かっている。あんたとの戦いでゴールド